第2部スタートです。丸屋根のキュウリネットが呼んでいます。ストップって参りましょう。丸屋根来ました。今日はキュウリネット全部終わらせたい気持ちですね。前回1回目やった教訓を生かしてですね、なるべくこちら側もピンと張るようにやってですね、ここちょっととりあえずほどいてみたいと思います。はい、始めを決めるためにちょっとパーッと開いてみましたね。そしたらですね、ここの上はここに縛れましたね。これはこんな感じになってるんで、後からやるとして、ここを閉じるとして、一番下もですね、下はやっぱりくっついちゃったんですよね。はい、このようにくっついたんで、ちょうど多分グリーンと白こんな感じの C 型になりますんで、ここを一応紐で固定しました。そしたらこれ引っ張っていきたいと思います。はい、絡むことなく綺麗にいけてますね。はいはいはい、素晴らしい。2回目とは思えない感じですね。はいはいはい、最後まで来ました。こちら側は最後にまとめるとして、ここだいぶ135で入れたやつより垂れてますけど、これはですね、この上をしっかり固定してあげればしっかり固定してあげれば多分ぴったりいくはずなんですが、はい、失礼しました。ちょうど真ん中ら辺でですね、やってあげれば分かりますね。これ上げていけばもう、はい、分かりますかね。こんだけ遊びがありますが、ここを上げればですね、見てください、バシッと決まってますよね。これ完璧ですね。ってことはこれを全てのベッドやっていきたいと思います。レッツゴはい、失敗しましたので、ここ一回ほどいて、これをくるっと正しい向きにして、はい、これで大丈夫ですね。はい、またこれをここに結びます。この上にこうこんな感じで、はい、下がらないようにして結びます。はい、うまいことこっちまで引っ張ってくれましたね。これは早いですね。すぐ終わりますね。1時間ぐらいで終わっちゃうんじゃないでしょうか。一気にいきます。ってことで、隣のベッドに来たら速攻ここが反対向きですね。なのでこっちでこれで目印つけて、これまた反対向きに、はい、こっちなのに向こう行っちゃってますんで、はい、これこっち側になっちゃってるんで直します。はい、このようにですね、縛れない長さのとか点でバラバラですので、とりあえずここ後から結ぶとして、この誘引ピンチですね、押さえますね2箇所。はい、
はい、下もこのようにちょっとちょうどこの白と青のラインになりますんで、こんな位置で固定して、これ一発で OK でしたね。向こうに引っ張ってきます。ふと思ったのはですね、これ束ねてるのがこういう紐で縛ってるのと自らで縛られてるのと2つ両方あるんですよね。これ目合いによって違うんですかね。これ規約はないんですかね。車速はないんですかね。そしてです、あ、なんかお客さんですね。そしてですね、このたるみを意識して引っ張っていかないと、引っ張りすぎになってですね、アーチ状にこう真ん中が高くなるってことになりますね。だからここはですね、あんま突っ張ってるようであればちょっとこう緩くこうやっていくみたいな感じでやらないとダメみたいですね。引っ張りすぎみたいですね。お、あ、はい今4時50分ですね。一屋根4本やるのに何分かかるか測ってみたいと思います。はい、現在5時ですので10分ですね。残り4屋根なので40分かかるってことになりますね。ギリギリです。頑張ります。はい、この上のサンラインのたるみ具合と下の具合を見てですね、このたるみ具合っていうのはですね、これ長年の勘が必要ですね。多すぎれば後から引っ張ってあげなきゃいけないし、短すぎれば戻してやんなきゃいけないってことをやんなきゃいけないんで、これは熟練の勘が必要になりますね。わかりました。多分慣れてくればですね、ここの余り具合のこの握り具合でいけてるいけないがわかるようになるんでしょうね。多分熟練にしてくれば。なんだこれ、一箇所だけ変なところがありますね。ここは大丈夫なんですけど、これもう知恵の輪っていうか一回切らないとダメなレベルですね。え、これ私が悪いんですかね。なんだろうこれ、無理ですねこれ、ほどけない。はい、結局切って結び直しましたら綺麗にいきましたね。こういうこともあるんですね。血管ですかね、なんだろう。しかくとりあえずですね、全て家を割りましたね。はい、棚線サンラインを全部横に入れるっていう作業から考えればですね、圧倒的に早いですねこれは。まあ、ただしちょっと下準備とかありましたけど、それをあとはですね、そうだ、あっち側の4箇所か5箇所か固定して、あとはこの柱ですね、一本一本縦のサンラインを入れてますので、それを考えても早いような気がしますね。本日も誠にお疲れ様でした。もう間もなく帝国ですね。はい、気をつけてお帰りになってください。台風近づいてますんで、時折雨がパラパラと風がビュービューと吹きますんで、油断をせずにですね、安全運転でご帰宅願います。最終ピヨピヨじゃんけんグー。そしたら次はこちらの柱にこうもうサンラインで紐で結ぶような感じで箇所箇所止めて、向こうに下を合わせて引っ張りながら上を止めていくみたいな感じになるんだと思います。撤収します。はい、実際にサンラインで、はい、5箇所4結んでみました。そうするとちょうどまあこういう感じですね。わかりますかね。であちら側をちょっと1本縛ってみたいと思います。はい、柱にくくりつけて1本ピローっていう状態ですね。そしてここの下のラインにピタッとつくような位置にこのネットを左右に動かしてですね、調整してここでもう固定しちゃえばいい感じですね。はい、なるほど。おいしいんだねそれがね、ピューちゃん、アポーショールがね。せっかくこれしっかり用意したのに、あっちの方が好きみたい。ピューちゃん栄養満点だってそれ。あそこから溶かさないとダメですね。ってことで発泡スチロールは溶かしましたんで、ピューちゃんそれは美味しいかい、今日も元気だったかい。ああそこで勝ち落さないでピューちゃんまた明日も頑張ってまいりましょう。じゃあまた。で今ですね、ここで作業してる時になんか車の雑音に紛れてこっちの方角からですね、出てってよっていう女性のちょっとしゃがる声みたいな声が聞こえたんですけど、しゃがれたですね年配の女性がですね私に声をかけてるような感じでした。気のせいならいいんですが、気のせいならいいんですけど、
なんか私に言われてるような感じでした。